はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、不動産鑑定評価基準の3回目の動画です。鑑定評価の方式で、さらに今回は原価法についても合わせて解説していきます。で、まず鑑定評価の方式っていうのは、3つあるんですね。3つあります。原価方式と比較方式と収益方式っていう3つがあるんですけれども、原価方式については原価法っていう考え方をとって計算をしていきます。で、比較方式については取引事例比較法という考え方を使って計算をしていきます。で、収益方式については収益還元法という考え方を使って計算をしていきます。で、それぞれ計算した結果が積算価格、批准価格、収益価格というふうな言い方をします。原価法で計算された価格が積算価格、取引事例比較法で計算された価格が批准価格、収益還元法で計算された価格が収益価格と言います。ここテストで出てくる部分なんで、ここ頭に入れておきましょう。で、このように計算した結果得られた価格を試算価格と言います。なので、これ全て試算価格です。3つとも試算価格となります。で、このように価格については3つあるわけです。3つの考え方に基づいて3つの価格があるんですけども、これっていうのは市場の特性を考えて複数の鑑定評価の手法を適用すべきと言っております。なので、対象不動産、これから不動産鑑定をしていこうと思っているその不動産、この例えば地域特性だったり、またその対象不動産自身の特性だったり、これを見て複数の鑑定評価の手法を適用してくださいねっていうふうに規定しております。ここで注意してほしい部分は、これらの価格を平均するんじゃないよっていう話なんですよ。単に平均して答えを出すというのではなくて、その特性に応じて複数の鑑定評価の手法を使ってくださいねという話です。もうこれはもう覚えていただければ大丈夫です。平均じゃないんだ、複数の鑑定評価の手法を適用すべきなんだということですね。で、まず原価法について、ここですね、これについて解説します。原価法で得られる価格っていうのは積算価格ですね。で、この積算価格ってどうやって計算できるかというと、最調達原価引く原価額、これで計算できます。で、最調達原価っていうのは、この鑑定評価をしようとしている対象不動産をもう一回作り出す金額、これを元に計算しましょうという話なんですね。なので、建物で言えば、その建物をもう一回作るとしたらいくらかかるのか、土地であれば造成前の土地の取得価格、これに造成費を加えて再調達原価を計算をします。建物については分かりやすいんじゃないかなと思います。ある建物を鑑定評価しようといった時に、その建物今現状いくらかわからないけども、じゃあ建て直したらいくらになるのかを考える、これが再調達原価なんですね。ただ建て直しただけであれば、これ新築になっちゃうじゃないですか。対象不動産っておそらくもう使われた建物の場合が多いので、そうなってくるとその分差し引かなければいけないわけですよね。それが原価修正と呼ばれるもので、原価額を引くんですね。例えば築年数が経過しているっていうのであれば、その分を差し引くといったイメージです。例えば再築するのに2000万円かかりますよと。で、築年数ある程度もう経過しているから、その分じゃあ500万円引きましょう、シロアリ食われているから100万円引きましょうってなってくると、2000万円からマイナス500万して、さらにマイナス100万円をして、で1400万かな、これが積算価格になってきますよと、いったイメージなんですね。で、土地の場合については、造成前の土地の取得価格に造成費を加えて再調達原価を計算をします。例えば山があって一部が宅地だったと。で、その宅地について評価をしたいといった場合、もう周りがちょっと山なので、どこも開発されていない、造成していないってなってくると、ちょっといくらかわからない。そういった場合、じゃあ山をまず取得します。取得して、さらに工事しないといけないですよね。造成工事をしないといけない。ということで、造成費用かかってきます。
そうすると同じような土地ができるわけですよね。宅地ができるじゃないですか。これが再調達原価です。例えば対象不動産と同じ面積の土地を取得する、まあ山林ですよね、山林の一部を取得するのに例えば50万円かかる。でそこから造成工事を加えるのに950万円かかるとなってくると、取得価格は50万円、造成費は950万円ということで1000万円かかりますよね。なので再調達原価は1000万円で、ここから原価修正を行ってきます。例えば近隣地域が衰退していると、スーパー行くのに1時間以上かかると、そういったところだったらやはり原価修正加えないといけないですよね。で、例えばその分が100万円だったと仮定したら、1000万円引く100万円で積算価格は900万円になると、まあいったイメージです。で、最後なんですけれども、その対象不動産の近くに公共施設ができるだったりとか、あと利便施設ができる、新しい駅が設置されるとか、まあ、そういった場合ってやはり価格って上がるわけですよ。この場合は積算価格高くなりますよっていう話ですね。で、これのことを熟成度を加算すると言います。まあ、地域が熟成するって話ですよね。街が発展するっていったイメージですかね。その分加算しましょうということで、熟成度を加算するというふうな言い方します。この熟成度という言葉頭に入れておきましょう。まあ、これが鑑定評価の方式と原価法についてのまあ概要となります。まあ、この部分もう深掘りしていくとすごく難しい部分なんで、今回お話したもう基本的な部分だけで大丈夫なんで、この部分だけ頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。